ダルビー、サミラ、おばさん、アムアムワールド、アムアム、こんにちはー。じゃあポートダム、ポートダム、出た。スイシーボーイズのかき揚げさんじゃないか。かき揚げさんもあれなの。ポートダム。ということで、今日15時ぐらいかな、さっき今ちょこっと名前出ましたけど、前澤社長がですね、ポートダム、前澤じゃんけんというツイッターでとんでもないイベントを始めました。あれバカ、おい、あのバカ、何やってんだよ、ダメ。誰だよ、ジャンボタケオだ。全員モノマネの方なの。おばさん、じゃあ詳しくちょっと説明の方。はい、はい、松井秀喜、松井秀喜、いや、花輪さん、花輪さん、1個挟むんですか。花輪さんか。これね、多分芸人で3番目ぐらいに早かったんじゃないかなっていう。てか多分下手したら1番だと思う。なんでかって言って、私ツイートしたら連絡来るよってやつあるの、通知、通知、うん、あれで前澤社長やってるのよ、見張ってます。通知来たの、通知来て、おお、前澤社長久々と思って。自分も社長の感じじゃん。したら前澤社長がツイッター上で1回だけ前澤さんと1000万かけたじゃんけんできる。これやばくないですか。やばいよ。どういうこと。22回じゃんけんで勝てば1000万、100万万でね。19回、14回、14回連続で勝てば10万円、10、100、1000 ね、我々1万円バトルで失ってますから、はい、取り返しましょう。おぉ、前澤から取り返す。アムアムワールド、私は1回も挑戦してるんですよ。でもこれ実は Twitter とか LINE で私がこれしましたよって言って、それからアクセスしてくれると私もう1回チャレンジできる。えぇ、頭いいシステムだな。それでどんどん拡散。うわー、なるほど。それで私はツイートして4玉きます。今、はい、10万だったら1万6000分の1なの。アイコはもう1回やり直したんですよ。アイコも負けではないんですよ。2分の1、2分の1、2分の1といえばスリル。ずっと14回勝てばいいってこと。そうスリル。そんなことできた。ちなみにみんなで割る感じ、この企画で流す分はもうみんなでやる、うん、むしろ俺らはさ、いいのっていうおばさんのその、いいよ、いい人に見られたいもん。言っちゃった。ここまで言ったらもう丸裸。うん、別に嫌じゃないし、あんま危ない使う分にはお金。ここまで言ったらやっぱ気持ちいい、うん、ここをずっと隠してあのゲームしてた和尚が憎い。早速行きますか。行きましょう。4回あるから。じゃあ14回連続勝って10万円コースいきますね。決めちゃおう。うわー、スロット、ほんとじゃんけんマシーンみたいな。じゃあグーじゃんけんぽい。おー、ナイス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 。一勝一勝ね、まずは一勝。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、負けた。2回目で失敗です。19回連続の100万いきます。 100? マジかよ。いや、なんでだよ。終わりましょう、終わりましょう。前田さん、今グーが軸になってるから。いや、一発ね。正直俺グー出しますから。今軸になってますよね、グーが。はいよ。でも揺さぶり、俺が本当にグーを出すかどうかで今悩んでるから。せーの、じゃんけんポン。おお、勝った。よし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 。な、待って、あと何回。18回。あと18回。13回だったらあと。これ14回行った後マジきついよ。きついね。グーを出すって言って向こうグー出してきて、で俺パー、連続パーはないと思ってるから、で俺がグーかチョキかを出すと思ってる。したらグーを向こうは出してくか、パー、はい、おー、よかった。よしよし、二勝。カービー、折れてる折れてる。パーが軸になってる、これもう一発こいつパーで来るんじゃねえか、こいつって思ってるから。したらチョキかパーで来る、そしたらグーで。あー、違う違う、アイコ、アイコか。え、でも3連でグー出してるこいつ。そうそう、パーでいけたってことだよ、こいつっていうか社長。熱くなりすぎて。前澤社長が次こそもうだって、もうだってグーは4回連続っていうの、もう出せない。普通だったら考えられない。向こうはもう出せない。いや、でもあんだけ稼いでんだもん、上気合いしてるところで。いや、もうもうさすがに
チョキパーよ。グーはもうない、もうない。はい、アイコー、アイコー狙いだ。あれがグーだったんだ。癖見えてきた、見えてきた。グーグーグーチョキで来てんのか。ここでグーだな。また向こうはバランスよくパーじゃない、グーかチョキ。もうパーに逃げそうだというふうに向こうは予想しての、グーかチョキで来るから、もうここはグー。まあとりあえず一旦グー。あー、バランスタイプだ。さあ、バランスタイプでした。強え、バランスタイプだ。強えって別に画面の向こうで前田さんが押してるわけじゃない。やるか、チョキなんだ前田さん。あー、そうか。熱くなるな、やっぱり。いやー、パー好きなんだよな、俺。好きとかあるんだ。あるんだ。あるんですね、感情が。チョキが一番嫌い。わかるわ、それは。チョキで出されて負けんのが一番腹立つから。グーだ。アイコ、アイコ、アイコ。え、え、違う。あ、負けた。ちょっと何してんの。ちょっと待ってよ。負けた。もうくるくる回ってるやつ案外惑わしなの。確かに。まずここ隠す、私は。ああ、確かに。惑わされないように、うん。まあでもここはシンプル、普通のじゃんけんの私のテクとして、じゃんけんっぽいってやったらみんな大体最初グー出すの。力入って、力入っちゃって、うん、その感じで私行くからパー出す。ジャケポイ。うわー、行こう。こいつダメだ、こいつとか言ったけど、またあの通用しない、そういうの通用しないかも。もういきなりこう出せる、強さよ、腹見せるみたいなこと。いきなりパー、相手がいきなり出してきたってことは私を信頼してんの、だから腹見せるの。猫とか動物とかと一緒、ここ出せる、だって敵対してるやつに。だから私のこと信頼してる、うん、私はチョキ出すと思ってる、信頼してくれてるでしょ。ちょっとずる切れてるやつだ、チョキ出すと思ってグー出してくるから、パー、もう一回パー、じゃんけんぽい。おお、平沢さん、動物だ、動物ですよ。でもグー出して負けた動物ってどうなるんですか。攻撃的になるんだ。あ、もう縮こまっちゃう、縮こまっちゃうから、もう一回パーくると思う。おお、アイコ、アイコ。私勝たれたじゃん、一回、うん、で、ギューってなったんじゃなくてなったってことですよ、うん、嘘ですって。もう開いた、またまたどうせお前あれだろみたいな、だからグー出してやるよみたいな、またた時に、うん、こいつパー出すの、また、うん、その先まで読んで、だからチョキ、嘘ですよって言ってまたパーで、俺がグー出すと思ってるから、うん、だからチョキ。おー、おーおーし、きたきた、 2連勝、パーグーパ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 ーで、そこのね考え持ってないの、この人ずるがっこいから。でもね、バランス思考でもあるんだよ、さっきのね、さっきの。でも、まさか負けるとはってなって、うん、またギュッてなってんの。え？ってことは、ってことはグー出すじゃん、うん、で、私がパー出す、うん、と思うじゃん、そこまで考えてる。だから社長なの、うん、私はパー出すと思ってるから彼はチョキ出す、だから私はグー出す、うん、したバランス思考的に、確かに、もうチョキしかないわ、もう。バーこういうのって結局ゾーン入れるしかないから。それあるよね、ゾーン。こっちがもう3年に1回ぐらいやっぱあるのよ、ゾーン。なんか全てにおいてもう未来が見えるみたいな、そのゾーンを今日持ってこれれば勝てんの。そうだね、うん、全員そう。関係ない相手とか自分にがゾーン持ってくればいいから、次第だ、うん。よし、もう感覚でいくぞ、感覚で。うぃー、よーしー、すごい、テンポ崩さないように。
まあまあまあ。アイコアイコアイコ。アイコはセーフ。俺はゾーン入っちゃってるから。まあまあ。うわアイコ。本格の三回連続。うん、開ける。悩んだら終わりだから。おー待って待って待っていや、ナイスファイト。いやいやいや、かわしてるかわしてる、ずっと全然かわしてる。相手もゾーン入れないようにしてるから、うん、ここで、このせめぎ合いでゾーンに入るか入らないかじゃない。そうだね、うん、いや、俺は曲げない曲げない。おー、ライバルじゃないですか。やべえ、これもう引いた方が負けだ。引いた方が負け、これは、うん、絶対そう。折れるよ、もうさすがに。さすがに引くだろうと思って向こうが折れる、うん、引いた方が負けだ、これは。引いた方が負け。いやーいやー、ちょっと抜け、すごい。あー引いたんだな。引いたで、このタイミングでそう入れたから。これ入れたんじゃん、完全に入った今この粘り勝ちは。俺今6連続チョキ出してるってことだね。そうで、こっちがもう引くと思ってパー出したん。さすがに折れるだろうと思ったんじゃない。来たらここでも引かず、俺はゾーン入った、この勝ちは。よし、こっからゾーン、もう感覚ゾーンはもう入れたから。今これも余計なことを言わん方がいいもんな、俺は。うん、ああなるほど、ね、俺らはもう今3回目、あと12回、一番近い、多分日本で。ああ折れた、折れた。今完全に私も言わなかったもん、アドバイスしないように。変になっちゃったチョキだったわ。チョキだった。でもアイコだ、まだアイコだ、まだアイコ、まだアイコだ。やっぱね、戻っちゃいけないと思うんだよね。戻るべきだったよ。またライバル、またライバル、ライバル。どこで折れるか始まった。やばいやばいやばい。何回アイコなんだよ。ちょっと、いよおっしゃ、きたきたきた、3連勝。ナイスナイスハート、いいよ。あっくそずるずるって何、ずる。それでも前澤社長が毎回やってるから、ね、やばっ。10連とかまで来られたら、ウェーお前お前お前って、そこだけそこに行ける。10でいいよ。なんだ俺ほんとに。いや、この時点で煽られてるよね。なに、ね、ただそんな煽りに引っかからないよ。ここはもう冷静。残念でした。お金じゃないから。残念でした。勝つことが大事。もうこの時点で一発目は勝てる、はい、おおで、チョキでいいイメージつけときたいんだよ。今チョキで負けちゃったから、うん、チョキでいいイメージつけたい。チョキで勝ちたくなってる。終了。いや強いけど、まあまあ、うん、でもこんなもんじゃない。いやでもさ、正直9とか言っていいじゃん、こんだけやってんだから。確かに、ね、どこまでいってんだろう。あ、まあ確かにね。アムアムもこのレベルまでいけるように。確かに。スタミナさんの公式アカウントをやったら箱が2個出てきて1万円あげます。え、普通に2分1じゃん。5回連続勝てたらで、ね、32分の1だからね。5回で怪しいね、前川さん。怪しい。これまた やらせみたいなサムネイルってことですか。やってるよね。やってるよね。やってますよね、前川さん。疑ってはないですけど、疑われるようなこともしたらね。今度おばさんが待つの。前田社長、池袋で。社長、池袋でガチでじゃんけんさせてください。確かにね、本人とね。本人とこれは社長納得いかないです、自分。いやいやいや、始まって勃発マジで納得いかない。それで来てくれて、一発で負けたらめっちゃ面白い。確かに14回勝たないといけないですから。
これはだから爆笑すんじゃないですか。池袋で待つとかは違うけど、ちょ直接じゃんけんやらせてください。マジで確かに言っとこう、はい、確かにマジで疑いたくないけど疑われるようなことになってんの。いやいや、1万5000分の1だもんね。そうですね、1万5000分のね。だったらまあこんなもんかなとは思うけど、でも5回も勝ててない、5連勝がない。これちょっとじゃあ疑ってはないです。ただ直接勝負させてください。お願いします。直接直接勝負させてください。お願いします。お願いします。お待ちしております。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。バイバーイ。お願いします。